こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私、知る人ぞ知る面白自販機の密集地であります湘南クッキーアウトレットに来ております。こちらがまさにその現場なんですけれども、見てください、もうこの感じワクワクしてしょうがないですよね。外から中を覗くだけであっちこっちに自販機がございます。ちょっとこれもう入っていきましょうよ。左を見ても前を見ても右を見ても全部自販機なんですけれども、これが本当に全部クッキーだけなのかってことですよね。じゃこであったり、アオサであったり、珍しいクッキーがいっぱい並んでいます。でこう見ますと潮風と太陽とかいう、もうタイトルだけでは何のクッキーか分かんないものもありますし、あ、これイチゴなんですね。美味しそう。織姫と彦星とか、もう湘南クッキーシリーズだけで相当なクッキーバリエーションです。バーッと、もう本当にいっぱい、もうクッキークッキークッキーで、何も入ってないところはもう売れてるんでしょうね。もう300円シリーズはほとんど売れてますね。牛尾、ティータイム、渚の小石、なんか松田聖子さんの歌の歌詞みたいな、そんなタイトルが付けられていますね。これもうクッキー名だけでだいぶ楽しめますね。石畳とか白い砂浜、浜辺でカフェオレ、巻き貝、でも本当すごいですよ。あ、ちょっとハイジーさんっぽい形のもいましたね。今度青さの磯っていう60枚入りのが820円とか、結構やっぱ高めのもあるんですね。これ77枚入り2890円ですって。この詰め合わせ系はこんなに入って200円とか、安いのもありますね。これに関してはこの金具が300円ってことではないですよね、さすがにね。賞味期限間近のため4000円相当が入って1000円とかいう枠もあるけど、こういうのは全部売り切れなんですね。やっぱ人気なんだ。じゃあまずはこの菜の花の丘、これ多分スタンダードに美味しいやつだから、これいきましょうか。いや、ワクワクするこれ。嬉しい。しまった。で、いいね。いいね、いいね。じゃ、これも一応いってきましょうか。はい。うん。やっぱ親近感めっちゃ覚えちゃうよね、この形的に。でもやっぱり本当はですよ、本当は、このね、1000円、何が入ってるか。見てみたかったね。そんなわけで自販機は自販機を呼ぶとでも言いましょうか、クッキーの自販機のあのすぐそばになんとこちら1000円自販機を発見しました。結構久しぶりにお目にかかりますが、クッキーの場所で1000円の買えなかった気持ちをここにぶつけてみたいと思います。相変わらずいろんなお宝がここには載っていますね。やっちゃいましょう。一夢1000円、売り切れ横。はい、え、はい、あ、すげえ重たい音出たよ今クッキーじゃなければ何でもいいんだけど、スマホフレキシブルスタンド、なるほどね。でこんな感じでスマホを支えることができる三脚みたいなやつ。ちょっと待って、待って、今私が持っているカバンの中に、うん、あるやつと一緒っていうことでよろしいでしょうか。